壊した壊した壊した湧きすぎ。はい、はい、どうもこんにちは、アルです。ということでワスポンやってるだだい。はい、それではやっていきましょう。今回もう赤アリの世界も残りわずかです。残りわずかですっていうか、もうダンジョン全部クリアしました。調べたところね、全部クリアしてました。で、残るはあれですね、あのバジリスクの巣、あそこのあの迷路を、ぶっ壊しちゃったんで。ぶっ壊しちゃったんで、ちょっとリベンジに行きたいなと思います。はい、じゃあちょっとここでゲットしたアイテムをとりあえず持ち帰りたい。いや、やっぱこのテレポート機能が便利すぎる、本当に。とりあえずしまって、さあ、じゃあこれで整理も終わったんで、じゃあバジリスクの巣に行く準備をしたいと思います。まあとりあえずこんぐらいでいいかな。斧作るか。ほいのほいのほいの、オッケー。さあ、じゃあまだ見つけてないバジリスクの巣があれば、そこに行きたいと思いますと。まさかね、あの黒曜石、マインオールを入っているっていうのことをあんま意識してなくて、1個壊したらドーン崩れたからな。さあ、モスラを華麗にスルーしていく。この子よくいるね、この子。ドーン。この銃楽しすぎる。おっと、見つかりました。バジ。バジ。それでは、突入していきたいと思います。ちょっとじゃあ、ここはあれだね、人の方が良さそう。はい。浮いてててて。はい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 。よいしょ、着いた。さあ、この大量の鉄な。まず待ち構えるわ、この最強の鉄。あ、オンになった。これ、鉄は一気に掘っても大丈夫だよね、これ。これ、間違って。この黒曜石壊さないようにしないと、本当に。ほい。あー、足場ないな。ここでいっか。足場を現地調達するっていう。そい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 。トゥトゥルトゥトゥル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 。あー、暗い。エクストリームトーチ。エクストリームトーチってやっぱあれなのかな？普通のやつより明るいのかな？よし、じゃあ行きましょう。レッツゴー。さあ、マグマを埋めていこう、ちゃんと。ほい。こっちね。はいはいはい。ここは行き止まりと。行き止まりはこうやってなんか、ブロック積んでいけば。よいしょ。多分迷わないと思う。ほい。松明も結構あれだな。残り少ないな。ほいほい。でもバジリスク自体は別に倒さなくていいよね。あれ？あれ行き止まり？嘘。あれかな、なんか黒曜石だから、なんかあったりすんのかな。こっち帰り道？あ、こっちがあった、こっちが。こっちがあったわ。ってことは、ここが行き止まりってことかな。こっちまで行ってないよね、多分。あ、うわうわ、入り組んでるな。入り組んでるわ、だるいな、これ。だるいな。こっち進んでみよう。おい。あ、暗い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 。はい。これは行き止まりだね、オッケー。まあ、行き道なところには、ブロックを置くと。あ、ここも行き道だから、ここにポンと。あの、なんか、マップ見ると、左にバジリスクがいるね。これ、ちょっと、目印になるな。進んでいく。ここも行き道。あ、ここも行き道ね。はい。ほい。暗いな。やっぱ暗いと怖いんだよね。あれ、ここも行き止まりか。ってことは、ガー戻って。ここ行き止まり、行き止まりの。ここか。こっちはじゃあ何もなかったよと。ほい。よし、次こっち行ってみよう。うわ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 。ここも何もない。こっちは一応あるんだ。じゃあこっち行ってみよう。ほい。わあ、分岐だ。分岐分岐。じゃあこっちは、ああ、あるあるある。ここも行き止まりだ。ってことはこっちは何もない。ああ、待って。見逃すとこだった。あった。え？あれ？迷った。待って。迷った。どう来てんだ、今。はい。こっちか。こっちが住むとこか。わー、迷路とかもに。当たったよ。当たった、当たった、当たった。待って、待って、あっつあっつ、待って。当たった。もういきなりゴール来ちゃって、ゴール来た、ゴール来た。待って。ゴール来たんだけど、ゴール来たんだけど、帰っていい？帰っていい？もうゴール来たから帰っていいかな。待って、まあ一応倒すか、一応倒すか。
待ってね。あ、リンゴ、あ、あった、リンゴ、オッケー。よっしゃ、フェアリーに変化 C の、マグマ埋めてたけど、フェアリーでくれば別に、あれだな、燃えるあれもなかったんだ。ということで、さあ、倒していきましょう。いったいったいった、あ、筋リンゴ、筋リンゴ。待って待って待って、意外と痛い。待って、あ、弓、あった、弓、オッケー。弓。熱くはないけど。あ、もう筋リンゴない、はい、あー、くそ、これなんか視聴者さん酔いそうだね。大丈夫これ、酔わない、ほい。オッケー、倒した、1体倒したけど、2体倒した、わかんない。オッケー、やったか全員。オッケー、やりました全員。はい、はい、かっこいい。はい、あれチェストあったっけ、こんなとこに。エメラルド、すごいな。あれだね、鶏肉なんだ。え、は、待って、何今の、何が起きた。え、熱、なんか今瞬間移動したよね。待って、何この岩盤。ええなんかすげえアホみたいな声出てるけど、何これ、何がどうなってんだ。ちょ、テレポートしていい。どこまで来たの、どこ。あ、でも意外と近いんだね、バジにテレポート。え、じゃあちょっとあそこまで戻りましょうか。何だったんだろうね、今のトラップみたいなのあるかな。わあ、こう来て、こう来て、あ、ここだ、ここ、これか、これかな、もしや。え、違う、あ、なくなった。やっぱこれだ、トラップ、これトラップなんだよきっと。これ踏むと多分一瞬で移動するんだ。あ、でも壊れちゃうな。シルクタッチとかだったら取れんのかな。エンダー、いやー。さあ、チェストの中身、ボン。え、ラバエール、ヘビー、これ何これ、ダイヤのヘルメットとか今更いらないんだよな。まあ一応なんか取っとこう。やっぱマインクラフターとしてダイヤのヘルメットがあったら取るっていうしきたりみたいなのあるからな。サンフィッシュはいいや、みたいな。え、アルティメットフィッシングロッド、あ、マジか。あ、クリッターゲージってあれでしょ、モブ捕まえられるやつ。あ、これでさ、あれ捕まえようぜ、ボーイフレンド。よし、さあ、それではこれにてアリの世界終了でございます。おめでとうございます。あ、間違えた。よいしょ。さあ、祝アリの世界完全攻略ということで、この辺を全部持ち帰らなければいけないという持ち帰んなきゃいけないんだよな、この辺。それじゃあ、あ、またアリさんが消えている。うわー、なんかあれだな、赤アリの世界もこれで見納めだな。うわー、なんかあれだな、初めて別世界をなんかオアスポーンで完全攻略したからちょっと嬉しいな。嬉しいな。はい、これだ、ビッグバーサ攻撃力プラス500。なんかこれも3つを組み合わせてできるんですけど、この3つを作るのにいろんな素材が必要になると。まずこれが